皆様こんにちは、ヘアメイクアップアーティストの小田切ヒロでございます。今日はですね、私が長年リピートしているコスメたちのご紹介をしたいと思います。長年リピートしている理由はいろいろあるんですね。やはり時代がどう変わろうとも、どんなスタイルが来ようとも、どんなビジュアル、そしてどんな肌の型をメイクをするのにも適しているというコスメがあります。そういったコスメを長年使っておりますので、皆様のご参考になるんじゃないかなと思います。それでは今からご紹介していきますので、スタートします。はい、ではベースメイク系のものからご紹介をしていきます。たくさんあるんですけれども、たくさんある中で、ちょっと選別をして、ご紹介をしていこうかなと思います。まず下地です。こちらの下地も皆様ご存知ですよね。私何回もご紹介しております。ベアミネラルのプライムタイムです。この下地はですね、無色透明のジェルタイプ、お肌の凹凸を滑らかにしながらマットな質感にしてくれるという下地になります。もうね、何度も何度も紹介しているので皆さんご存知だと思います。でこれはやっぱりこう名品ですので、どんなファンデーションが流行ろうとも、この下地をベースに仕込んでおくことによって、そのファンデーションの特性特徴というのをそのまま美しく引き出してくれるという下地になりますので、これはですね、なくなってしまったら私困ってしまうという下地になります。そしてファンデーションです。ファンデーションもね、いっぱいあるんですけれども、長年リピートしているというものが実は一つだけあります。そのファンデーションは、こちらのリサージボーテのカラーメインテナイザーツヤです。このリサージボーテというのは見たことない方いらっしゃるんじゃないでしょうか。デパートには入ってないブランドなんですけれども、大昔からある名品ブランドになります。このリサージボーテの中でもちょっとツヤが出るタイプの、リキッドファンデーションなんですけれども、このリキッドファンデーションちゃんとカバーをしながら透け感の出る、ファンデーションになります。透け感というのはですね、肌にのせた瞬間になんか滑らかで透明感が高いんだけれども、肌のキメがそのまま透けてくれるというファンデーションになるので、全顔にのせても顔が大きくならないというファンデーションなんですね。テクスチャーはですね、本当にリキッドとクリームの中間ぐらいの程よくコクのあるテクスチャーなんですけれども、こうやって塗り広げるとスキンケアしたてのような美しいベースメイク、透け感がちゃんとあるので、キメがちゃんと透けるの分かります。キメがなくなったりとか、キメがフォローされるというわけではなく、キメがちゃんと透けるんですよ。このリサーチボーテのこのファンデーションはですね、とにかく名品なので、全色常にリピートしている商品になりますので、必ずメイクボックスに入っています。で、新製品を使わない時だったりとか、ビジュアルだけを、的確に作るっていう際には、このカラーメンテナイザーリサーチのものを使うことが結構多いです。そして次に、スティックタイプのファンデーションです。スティックタイプも結構いろいろあるんですけれども、これまた長年使っているタイプのものがこちら、イブサンローランアンクルドポーオールアワーズスティックファンデーションになります。このファンデーションはですね、お肌にのせるとスルスル滑らかのスーパーマットになってくれるファンデーションです。全くツヤが出ないタイプの絹のようなお肌の凹凸をまた滑らかにフラットにしてくれながらサラッサラになるので、全く光らずお肌の美しさだけをそのまま綺麗に引き出してくれるというファンデーションです。で、なぜ光らせたくないかというのはですね、お顔の中にではですね、光らせたくないパーツというのがあります。で、その部分にまずのせるっていうことと、パーツメイクを際立たせるたびに、カラーメイクを立たせるたびに肌をですね、マットにするっていう際には、イブサンローランのスティックファンデーションはとにかく優秀なファンデーションです。そしてコンシーラーです。コンシーラーだけは種類をたくさん持ち歩いております。なぜならばコンシーラーで、質感をこう調整したりだったりとか、コンシーラーで肌のクオリティっていうのがガラッと変わるんですね。そしてコンシーラーによって、肌の厚みが変わることによって、造形のコントラスト、そして造形の立体感っていうのをコンシーラーだけで変えることができますので、コンシーラーはちょっと多種多様を持っております。まず一つ目がですね、こちらのケセランパスランのスティックタイプのコンシーラーです。こういうね、ちょっとちゃんとハイカバーでありながら、これはどちらかというと滑らかでツヤが出るタイプのコンシーラーになります。これは、顔の立体感を持たせながら、ちょっとツヤが出るっていう設定で作るための、コンシーラーになります。
そしてもう一つはですね、 NARS のソフトマットコンプリートコンシーラーです。こちらはですね、マットタイプのコンシーラーなんですけれども、ハイカバーだけれども厚みが出ないというタイプのもので、このポットタイプも全色持ち歩くようにしております。これはもう仕事だけではなく日常使い、どんな肌の方でも対応してくれるというタイプのコンシーラーになりますので、この NARS のですねソフトマットコンプリートコンシーラー、これはとにかく優秀な商品になります。次にこちらプレストタイプの、コンシーラー、フランシラというブランドのものになります。でオーガニックタイプのコンシーラーなんですけれども、こういった、オレンジ系のカラーとこういったベージュ系のカラーというのを2色混ぜてちょっと色補正をしながら、調整していくというコンシーラーなんですけれども、このコンシーラーはですね潤い効果が高いということと美容効果がすごい、含まれておることによって、つけている間中肌を修復してくれますので、ニキビの上だったりとかちょっとした傷の上に乗せていただくことによって、つけてる間中フォローしてくれますので、取った時に肌が綺麗になってくれるというコンシーラーになります。なのでこれはどちらかというとお肌が傷んでいたりとかお肌が荒れてる方に使ったりっていうような設定で使うためのコンシーラーです。そして続きまして、このプレストタイプのエトボスのコンシーラーです。先ほどのフランシュラのもと似てるんですけれども、カラーバリエーションが3色によって、肌タイプどんなタイプの方でもまずお使いいただけるっていうタイプのものと、オレンジ色がちょっと強いのでクマや、男性のちょっとした、くすみ、そういったものもねちゃんとフォローできるっていうような、パレットになっておりますので、顔の中のくすみや、フォローしたいエイジングサインが多い方には、このパレットを使うことが多いです。そしてエトボスというのはですね石鹸で落とせるタイプのオーガニックブランドになりますので、まず環境そしてお肌に優しいというところも特徴になりますので、この登場回数もとても多いです。続きましてパウダーです。パウダーはもういくつリピートしたんだろうと思うぐらい、もう数えきれないほど買っている商品なんですけれども、こちら MAC のプレッププライムトランスペアレントフィニッシングパウダープレストというルースタイプもあるんですけれども、私はこのプレストタイプがお気に入りで使っております。ホワイトタイプの、無色透明のものなんですけれども、本当にマットにソフトフォーカスしてくれるパウダーになりますので、これもどんなタイプのファンデーションとも好相性、指でのせても、ブラシでのせてもとにかくサラサラなる滑らかにしてくれるというパウダーになります。これもお肌色、そしてお肌の質感問わずに使えるタイプのパウダーになりますので、これも本当にもう重宝してます。どんな時にでも、使うタイプのパウダーになります。そしてパウダーもう一色あります。こちらの資生堂のセブンライトパウダーイルミネーターというですねフェイスカラーになるんですけれども、いろんな色が入っている7色のフェイスパウダーですね。全色混ぜても血色になるんですけれども、だいたいお顔の中でいろんな色をコントロールしなければいけない場合と、例えばカラーメイクで肌の質感とちょっと色合わせで調整したいなっていう時は、ちょっと部分的にちょっと色をプラスしたりとかミックスしたりとかして顔の中の統一感、そしてカラーチェンジャーとしていろいろ使うことができますので、このフェイスカラーはかなり重宝しております。これはいくつか家にストックがあって、僕はもうなくてはならないという商品になっております。続きましてクッションファンデーションのリピート商品になります。もうねずっとリピートしてるというより去年出会ったものなんですけれども、こちらの資生堂のシンクロスキングロークッションコンパクトです。このクッションコンパクト、もう質感はですね全てが程よい、カバー力、質感、透明感、ツヤ感、長時間キープということで、お肌にのせた瞬間は程よい潤い、そして程よいカバー、そしてカラーレンジがすごく多いので、どんなタイプの肌色にも合うっていうことがまず特徴です。お肌にのせた瞬間は程よくカバーなんですけれども、のせたことを忘れてしまうような自然な質感になりますので、このクッションファンデーションはとにかくナチュラルにしたいという時、ファンデーションをつけてるのがバレたくないという時には、こちらの資生堂のクッションコンパクトを使うことが多いです。このクッションコンパクトもですね、もうとにかく使いやすいということと、どんなタイプの方でも手くいらずで簡単に美しく仕上げられるので、時間がない時、そんな時にはこのクッションコンパクトに頼ることが多いです。そしてカラーアイテムに行きます。アイシャドウといってもカラーパレットいっぱいありますよね。カラーパレットの中でもやはり一番使いやすいなっていうところで、私はこのエトーボスのミネラルクラッシーシャドウです。このミネラルクラッシーシャドウの
このねフラミンゴオレンジというカラーはですね、僕にはなくてはならないちょっと思い出のあるカラーなんですけれども、このカラー一番まずちょっと使いやすいっていうことと、鮮やかなオレンジがですね肌に溶け込みながらまたポジティブで元気に見せてくれる、好感度の高い顔になれるというアイカラーパレットになります。このパレットを一つ持っておくだけで、例えば、今日初めて会う方、商談があります、プレゼンテーション絶対決めなければいけないという仕事の時、そんな時に、このオレンジのカラー仕込んでいただくと、幸運を引き寄せてくれるというような魔法のパレットになりますので、私は絶対このビジュアルは完璧に仕上げなければいけないわという時にはこのパレットを使うことが多いです。そして常に、お化粧ポーチに入っているというもので、リピートしていたものなんですけれども、こちら NYX というですねブランドなんですけれども、日本からちょっと実は撤退してしまったブランドで、この、カラー系のものをちょっといくつか持ってるんですけれども、もう昔からずっと使っていた使いやすい商品で、メタリック系のものなんですが、でクリーム系のものでラメ調整ができるという、アイシャドウになります。こうやって薄くのせていただくとラメなんですけれども、ちょっとね強くのせていただくとラメを重ねることによってグリッターの質感になっていくんですよ。そしてさらに重ねていただくとメタリックな質感、これは、量によって、そのラメの質感をコントロールができるというアイシャドウになりますので、私はもうこのアイシャドウを愛してやまなく、もうずっとリピートしていた商品なんですけれども、今はちょっと日本から撤退してしまったということで日本での購入ができないんですが、これはもう常にリピートで使っている商品になります。続きましてマルチスティックです。こちらのフェンティビューティーのマルチスティック、このマルチスティックはもう何本かリピートしているもので、常にメイクボックスの中に入れているものなんですけれども、特にこの紫のカラーはかなりヘビロテをしております。で紫というとちょっと難しそうと思うんですけれども、この紫のカラーはですね透明度が高く、透明感を出したい時に結構仕込むんですけれども、こういった紫がしっかり出ると、こんなのどこに使うんですかと思うんですが、これはアイメイクのベース、ファンデーションのベースだったりとかリップベースに使ったりすることも結構ありまして、私はコントロールベースというのはベースで使うのではなく、こういったハイライタースティックで、色をコントロールしていくタイプなので、このフェンティビューティーのハイライトスティックは、かなり重宝しております。僕のメイクにはだいたいこのハイライトスティックを、ベースに仕込んでっていうメイクがほとんどなんですけれども、ベースに仕込むか仕込まないかによって透明度、立体感、奥行きっていうのがもう断然変わりますので、テクスチャーは、どちらかというとこのクリームなんですけれどもかなり固めなので、お肌への定着率が高いので塗ったところに的確にその質感、色っていうのを出すことができますので、色が逃げたりとか質感が広がったりとかしないっていうのが特徴です。なので私は狙ったところに狙ったものを出したいので、このフェンティビューティーお気に入りでずっと使っております。そして、マルチアイテムでつながるんですけれども、これまたちょっと廃盤になってしまった商品なんですが、この、ね、プレイリストというブランドです。このプレイリストというブランドはですね、今はもう無きブランドなんですけれども、もうね僕は大好きなブランドで、とにかく使いやすかったブランドで、いろいろこうアーティスト系の方たちが使っていたブランドなんですけれども、こういったマルチペインターというアイメイクにもリップにもチークにもどこにも使えるっていう、アイテムになります。チューブからこうやって出すとクリーム状のカラーが出てくるんですけども、ちょっと絵の具みたいな質感ですよね。でこの絵の具みたいな質感をいろんなパーツに色合わせをしたりとか、カラーアイテムに混ぜて使っていくっていうものなんですけれども、もうね定着率が高いのと狙った色をそのまま出せるということで、このプレイリストのこのマルチペインター、これはまた全色常に持ち歩いております。じゃあ続きまして、マルチつながりということで、マルチアイシャドウ資生堂です。このオーラリュープリズムというオーラを放つアイシャドウのようなマルチカラーなんですけれども、グリッターが固まっているものなんですが、いろんなものにブレンドすることができるというものになります。で程よくねこう艶が出てくれたりとかするので、キラキラにもできるんですけれども、重ねれば重ねるほどちょっとメタリック調にできたりとか、これまた光の調整ができるっていうことと、サラサラしていながら肌にちゃんとフィットしてくれるのでラメが飛ばないっていうのがポイントです。でこういったキラキラしたラメというのはパウダーでやるとどっかちょっと跳ねててしまったりとか散らかっちゃうと思うんですけれども、プレストタイプになっているものなので、指でちゃんとね狙ったところに的確にラメが乗せれるっていうことがポイントです。そしてこれをプラスした時の顔というのは
オーラを話すことができますので、なんとなくあの人特別か、なんか素敵な雰囲気だよねっていうのが、ちょっとクオリティを高く出したいなっていう時は、このねオーラリュープリズムというこのマルチカラー、これをねお使いいただくと、そういった特別な存在感を話すことができますので、これ、ね、とにかくおすすめです。例えば女優さんなんかで特別な感じっていうのを出さなければいけない時、例えばステージに登壇する時にもうスペシャリストっていうような雰囲気に出したい時には、このオーラリュープリズムとっても役に立ちますので、そういった雰囲気を放ちたいなっていう方はとにかくこれおすすめです。続きましてアイライナーです。アイライナーもねいっぱいあるんですよ。もうストックしてるものからリピートしてるものたくさんあるんですけれども、登場回数が多いっていうことと使いやすいなっていうところで、ウズというブランドのリキッドライナーを使います。このねリキッドライナーはねとっても使いやすいのと、カラーバリエーションがとっても多いので、これねしなりがしっかり効くっていうところがポイントなんですよ。圧の調整がしやすいんですよ。なので細くも太くも描きやすいっていうのがポイントになりますので、とってもねトレンド感の高いカラーバリエーションになりますので、このねウズというブランドのこのアイライナーはもうリピートを常にしております。続きましてリップです。リップもねたくさんあるんですよ。テクスチャーだったりとか、その色だったりとか、あの形状っていろいろ種類がありますので、ストックしてるものたくさんあるんですけれども、これは2021年も引き続きずっと使うだろうなっていう商品があります。それはですねこちらの資生堂のモダンマットパウダーリップスティックです。今回ねちょっと2色ご用意したんですけれども、この2色はもうすごく素敵なカラーで、こうね赤茶、そしてパウダーが配合されているマットになりますので定着率が高いんですけれども、保湿効果がとにかく高いので、マットなんですけれども潤ってるっていうすごく不思議な質感のリップになります。このカラーとねこの紫のカラー、もうこれはもうレビロテしまくりですよ。時代がどんな時代が来ようともトレンドを抑えることができる2色だと思いますので、2021年はこの2色を抑えておくといいんじゃないかなと思います。皆様いかがでしたでしょうか。今回は笑いなしのベストコスメリピート商品をご紹介させていただきました。このリピート商品というのは今までだけではなく今後もしばらく長く使うであろう商品をご紹介させていただきますので、皆様の情報のお役立てにいただけたんじゃないでしょうか。次回の動画はですねまたいろいろ参考になるようなものが出来上がっておりますので、楽しみにしててください。今日の動画がいいと思ってくださった方は、このいいね高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、コメントたくさんいただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。